あんたが一番隊の隊長か。あ、そうだ。ボスから言われてここに来た。明日の任務、あんたと一緒に行けとな。あ、俺もボスから聞いてるよ。そうか。お前、能力はなんだ？能力？明日共に任務をするために、能力は知っておきたい。ああ、そうか。俺の能力は、相手の脳が見える能力だ。相手の脳が見える？ああ。なんだその能力。頭の中が見えるってことか。つまり、考えてることがわかる。なんて能力だ。すごいじゃないか。すごい能力だな。チート級の能力だ。ふん、そうでもねえよ。その能力があれば、明日の任務も楽勝だな。まあ、そうだな。ふん、頼もしいぜ。明日はよろしくな。次の日。あれが敵の幹部だ。ああ、あれか。あ、戦う前に、あいつの脳を一度見てくれないか。ああ、いいぜ。キュイーン。どうだ？何か分かったか？ああ、あいつの脳は特に腫瘍もなく、まあ一般男性の健康的な脳ってとこだな。え？腫瘍？ああ。え？あ、いや、じゃなくてあいつは何を考えてるんだ？今。何を考えてる？あ、能力を使って見てくれ。ああ、だから、あいつの脳は腫瘍とかも特になく、至って健康な脳だ。至って健康？腫瘍とかがない？え？なんだ？あ、物理的に脳を見るタイプ？あ？考えてることがわかるじゃなくて？考えてることなんてわかんねえよ。え？俺の能力は、相手の脳が見える能力だ。え、最悪や。え、最悪やん。MRI 人間連れてきてもうた。え、ただの脳をスキャンして見るだけの MRI 人間やん。最悪やん。敵の幹部強い野郎に、クソみたいな能力のやつ連れてきてもうてるやん。え、お前、MRI 人間やった。あ？いや、いらんって MRI 人間。何がいらねえんだよ。脳が見えるんだぞ。いらんやん。MRI でええやん、お前の能力。代わりが効くやん。効かねえよ。効くよ。MRI で見れんねんから。ちなみにお前の脳も、至って健康な成人男性の脳だ。いや、やめて、MRI の検査すんの。いらんやん、お前の能力マジで。ちなみに俺の能力はこれだけじゃねえ。え？違うの？ああ、当たり前だろ。え、何があんの？もう一つの能力は、俺のションベンはバリウムだ。人間ドック人間やん。今すぐ人間ドックセンター行ってこい、職員として。大活躍するわ、お前。あ？ただの人間ドック人間やん。お前クソみたいな能力やんけ。あ？じゃあそういうお前はどんな能力なんだよ。俺の能力は、相手の頭の中が見える。相手の頭の中が？それって、考えてることが分かるってことが、最強じゃねえか。あ、いや、違う。え？相手の頭蓋骨が見える。あ、レントゲン人間やった。各言う僕も、レントゲン人間やった。せやねん、レントゲン人間やねん。レントゲン人間と、MRI 人間。人間ドックコンビやん。あ、そうだ。こうなったら二人で、人間ドックに行こう。人間ドック、みんなも行こうね。健康、大事。おうちよめた、おうちよめた、おうちよめた。チャーネル登録した、チャーネル登録した、チャーネル。